こんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。だーということで、皆様今回は、アバベルオンライン、まあ見てもらえれば分かると思うんですけども、アバベルオンラインをやっていきたいと思います。はい。で、前回の動画まだ見てないよって方はぜひともね、ニョキここから見てください。で、まだね、まあ見てもね、あれなんだけども、今回も改めて説明したいと思います。今回もイベントの告知だね。はい。読み上げます。6月27日の月曜日20時から、ゲームフェスの生放送に、マルチ出演いたします。ヒカキン軍団、セイキン軍団、はじめ軍団の3チームに分かれて、イベント専用の PVP マップ、これは対人戦マップだね、にて、三つどもえの乱戦を行います。勝負は、ポイント争奪戦で、開始時に各チーム10ポイントずつ割り振られ、各チームのリーダーまたはコアを倒すことにより、そのチームからポイントを奪うことができます。戦闘終了時に最もポイントの高いチームが勝利となります。一般ユーザーの方は戦闘に参加することはできませんが、イベント当日に決戦の様子を生放送にて視聴することができます。また6月の13日よりゲーム内ショップにてどのチームが勝利するか無料投票を実施します。見事予想が的中した方はそのチームリーダーのなりきりアバターをプレゼントいたしますってことでですね、どうやらアバターがもらえるらしいですぞ皆様。はい、というね、まあ、告知の、まあ、動画なんだけども、まあ、通常通りね、あのいつも通りですよ、やっていきますか。アバベルオンライン今ね、クエストを受けてる状態でリーフリザードを30体倒せっていう、デイリークエストっていうものを受けてるんだね。このゲームにはデイリークエストだったりとかウィークリークエストいろいろあったりするから、皆様ぜひともね、積極的にクエストはクリアしてあげると、レベルが上がりやすいよと思います。どんどんいこう。リーフリザードね、そうリーフリザードをね、もうあと29体、あ19体か、ごめん倒さないといけない。さあ倒していこう。これ巻いていくよ、これ頼むよ。いやこのゲームね、クエストによっても最初の方なんだけども、ちょっとでかいボスが出てくるわけだ。しかも強いんだよ。400とか300ダメージ一発で食らうようなボス出てくるんだけども、一番最初にこう常備されているというか、まあ、与えられている回復アイテムがあるんですね。でそれが確か HP1200 ぐらい回復するんですけど、それを駆使すればソロでも全然クリアできる。というのも、このゲーム、ここ右のこのボタンのところ見てもらうと分かるんだけど、上2つで、じゃあこっち使ってみようか。よいしょ。これね、スキルって言って、まあ必殺技みたいなもんなんだけれども、これを使ってあげるとダメージが伸びるんですね。なのでソロでもね、こういう風にスキルを駆使してあげれば倒しやすいかなと思います。いやしかしね、なかなか楽しくなってきたね。レベル上がってやっぱりね、あとはね、ガチャ要素があるんだけどね、ガチャで、なんていうのかな、いいものが当たるとやっぱりこうモチベーション上がるよな。さあリーフリザードを倒すぞ。俺を倒せよリーフリザード。いやあ、ごめんね、奪うつもりはなかったんだ。今のはわざとじゃない。あと10体リーフ、おお、リーフリザードの宝物庫。ああ、こっちは熟練のリーフリザードだ。熟練はね、カウントされないんですよ。その代わり経験値が多いし。え、いや、違う、ひたすら使いすぎでしょ。スキルぶっぱです、スキルぶっぱ。で、エミューとかいいんですよ。リーフリーダー、リーフリザードめ。よし。あとはなんじゃろほいなと。どんどんいくよ。これいねえな。リーフリザードちゃん出ておいで。あ、いけないんだこっちね。よいしょ。なかなかいないじゃないか、リーフリザードめ。さっさと姿を現すんだ。あと8匹だからね。こっちリーフリザードは、あ、邪魔邪魔、鳥さんに引っかかってる。いたような気がする。いたー。あー、2匹いる。ほいしょ、あと7匹だ。それいいぞ。あと6匹。
リーフリザードをね、借りまくりですよ。あ、こっち行こう。いないかな。いたような気がするんだよな。あ、いなかった。エミューか。あ、いた !2 匹いる。よし。強いの、こっち。あと4匹。よし、あとちょっとだよ。あ、いた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 。熟練以外ね。オッケー。まあ、このレベルになってくるとね、デイリークエストとかはね、まあまあまあ、このレベルだと、あんまり難しくはないかな。だから比較的やりやすい。あと1匹。あ、生きてる。もうさっきも言ったけどね、アイテムだったり、ジョブの方の経験値も手に入るから、クエスト的にはね、にゃーねーとか言って、クエスト的にはジョブの経験値もあるから、そうするとスキルのレベルアップもできたりするんで、ほんとクエストはやった方がいい。敵をバサバサ倒してレベル上げるだけのゲームではない。いた、リーフリザード。これで終わりだ。これ終わってないの？終わったよね。じゃあ戻りたいと思います。どこだっけな、入り口。あっちはね、進む方なんだよ。じゃあこっちだね。多分終わったよね。うん、はい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 、リフリー終わった終わった終わった。すげえな、何今の後ろから、なんか飛ばしてる人がいたね。あれ、多分こっちだと思うんだけど、あれ違ったっけ。これまさか2階に行っちゃうやつ、2層に行っちゃうやつ。あ、多分こっち戻るやつだよ。あー、2階だった。逆だよ、逆。戻りましょう。せい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 、戻りましょう、戻りましょうったら戻りましょう。あ、何回も言うけどね、あの、もしゲーム内でね、私を見かけようものなら、ちょっと声かけてくださいね、皆さんね。あの、一緒にレベル上げとかしましょう。しましょったらしましょう。OK。よし。じゃあ、デイリークエストの報告を、あ、受注じゃねえや。します。いきます。何が出ないのかな？ドドン。おー！この上の EXP っていうのが通常のレベルが上がる経験値。下の JEXP っていうのがジョブの経験値だね。さっき言ってた。スキルのレベル上げるをするやつだね。これ2200。よっしゃー。ということで、デイリークエストとかね、皆さんどんどんやっていこうっていう。レベルも上がったしね。素晴らしいね。よし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 。はい。つうわけで、イベントぜひぜひね、皆さん楽しみにしていてください。そして投票も忘れずによろぴこ。ということで、以上、ぎこちゃんでした。バイバイ。